そうだ、ルーカスにメッセージ残したんだが、まあ行くか。しないって聞いても驚かないな。父親が暗い影を落としてるんだ。わかるか？ロベルト・リベラはわかるか？ガレージで彼のトロフィーとか飾ってあった。そう、あの人は愛されてた。ミスター・クリーン、いつも早くて公平だった。ショートカットもズルもしない。あの人は俺とルーカスのレースを見てた。ルーカスは父親のようなチャンピオンを夢見た。ロベルトもそう望んだ。だからすごく厳しかったよ。強く？ああ、厳しくしすぎるのも良くないとは俺の母親が言ってたな。だから最も感心させてくれるルーキーのためにご褒美のサスペンションキットを用意してる。よし、楽しくなるな。先頭を頼むルーキー。すぐ後ろにいる。負けたぞ。なかなかのメンバーだな。
次のレースに勝ったら超絶スペシャルサスペンションキットをやろう。